こんにちは、からまり TV です。今日も青鬼2進めていきたいと思います。先生編第2回、まあ、前回は手こずりましたね。このね、今奥に行ける状況になったんですが、行きますか。行きましょう。ふぅ、行こう。行こうって言った途端に、やだ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 、あなたじゃないわよ。本当にもうやめて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 、しつこい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 。大丈夫、上にあるから、ね、どっかあるよ。そう、来ない。おあ、そうか、前回あれだもんね、先生が、実はこれ過去ここで自分の母校だったっていうのが分かったの、双子。7月8日女1、10月2日男2。ちょっとメモろう、それどういう意味か、今後分かってくるだろうね、よし、じゃあ行きましょうよ。さすがに枯れてあるわね。やだ、また君気持ち悪い模様が。何？あ、あ、こっち奥行けるのかな、ここね。あら、ほんと。あ、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 こっちだ。こっちの鍵だった、こう。なるほどね。やばいやばい、ふざけんじゃねえ。お、何考えてんだ、早くここから出せよ。どういうこと？俺たちどうなっちまうんだ。まだいた、何か。ええ昔の思い出だ。あ、思い出だ。ここに昔友達、一緒に行った友達が、あ、そういうことだ、あの夜ね集まろうって言ってたもん、あの子たちだ。あー、なんか秘密があって夜俺たちと一緒にみたいな。あ、先生よかった、これで怖いものなしだ、生きて帰れる。あはやった、あー思い出だこれも。なるほど、じゃああの夜さ、なんかご飯を探してた友人と先生は、学生時代、何年か前だよね、彼女がまだ女学生だった頃に、はあ、あの子だ。あ、ご飯探してた友達。ご飯探してた友達。はあ、早くここから出なきゃ。やっぱり先生はなんかあの夜に、みんなで集まろうって言ってた夜の日に、なんかあったんだよ。あったんだ。先生はどうして生きてるんだろう。そうだね、なんか秘密があるね。先生はピロシと同じで逃げ切れた人なのかな、一人だけ。ああ、そうだ。はあ、登っちゃった。何ここ、なんかさ、こういうの増えてますよね、ここのとこ。なんか謎だね。先生はなんかやっぱり知ってるよ、青鬼を作り出した張本人とかかもしれない。例えばもう記憶を失ってるとかね、実は。ああ、なるほど。でも思い出は持ってるから。そうか、じゃあ違う。すんませんすんませんすんません、ほんとすんません。大丈夫よ大丈夫よ大丈夫よ、ほんとすんません、落ち着いて、落ち着いて。本当すいません。本当すいません。いいね、なんか駆け越してるね。いいね。本当すいません。いいね、いいね。本当すいません。おお。おお。なんで謝ったの？なんかおトイレあるけど、多分ここに隠れたらやられてたんだろうな。あ、そういうことか。ここ、あ、またスゴロクがサイコロの1、2、4、6。どこ？壁に埋め込まれてる。あ、本当だ。美術室、準備室みたいな感じ。あ、なんだろうこれ、なんだろうこの不気味な綺麗さは。行こう。はは、落ちてる。ほっほーほっほほほっほー、なんじゃろうね。行けるんだ。あ、いきなりまた荒れ始めた。荒れ始めた。あー、ここ行きたくない。これほら、行きたくない。ぐにゃぐにゃ、頑張れ。ほら、お前がおった。あれ、なんか青になってる。全部どん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 雰囲気が変わってきてるよ。よく一人で、おかしいでしょうよ、おかしいでしょうよ。あなたたち大江さん、やばい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 よ。だって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 、そろそろできないんだもん、このままだと。このままだと私死んじゃうと思う、死んじゃうと思う、死んじゃうと思う、死んじゃうと思う。頑張れ頑張れ頑張れ、死んじゃうと思う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 。やっぱやられちゃうと思う、これ無理だと思う、無理だと思う、無理だと思う。どうやったらいいんだろう。できた。やっぱり青鬼誕生の秘密はやっぱり先生握ってるよ。また来るかどうかですよね。あ、穴が開いたから、ここに行けるのかな。あ、行けた。さっきバンって出てきたから。ちなみに奥も何もなかった。ちなみに行ってない、怖いから。なんだろうこの岩。岩怪しいね。でも岩が動かないよね、そこだと。普通に考えたら、方法あんのかね。
ちょっと奥も行ってみる？そうしましょうか。ここも行ってみます？あるね、行ってみようよ。あ、何これ、あ、もうへこますんだ。あ、このなんかこれちょっと怖がりみたいになってるんですよ。あ、行けるわ。行きましょう。そう、本当。なんもないそこ。なんもないです。ちょっと隣行ってみます？いや、もう奥まで行ってみようよ、どうせだったら。え、もしかしたらなんか変わってるかもしれません。ああ、行ってみる？うん、なるほど。ボタン押したもんね。ほらほら、あ、あれ変わってないわ。変わってる。え、変わってる。え、なんか動いてるよね。動きましたよね、うん、あれを動かせばいいんだ。じゃあもう一回もう一回もう一回動かそう。うぇー、冷ましたく冷ましたく。あの2つの地図を重ね合わせたみたいなイメージで見たらいいってことだから。あ、なるほど。まずはこれこっちに行くしかないじゃん。そうですね、ガンガンと繋がってるんですよね。で、これをで、ここを、はい、とりあえず1個、2個押せば2個、うん、向こうでは向こう側に出てるってことだから。はぁ、あ、はぁはぁ、ちょっと1回戻ってみたらどうだろう。なるほど、はいはい。あ、ダメだ、1回だけ前に。もう1個行ってみて、さっきも無理だったけど。そう、あ、上に、上に向きます。2個押してみて。2個、はい。スーン、スーン、あ、いけたいけた、これで多分。こちら側から、押しておくと、スーン、スーン、スーン。あ、待って、ダメだ。ちょっと待って、もう1個押してみて。一回ここで止めてみて、行こう。出ない。よしよしよし。で、これ上2個押せば行けるんじゃないかな、はい、しゃしゃ、よっしゃ、これで戻って、あー、行けた行けた。ちょっとめんどくさかったけど行けたね。そうですね、この岩めんどくさかった。しゃ、エレベーターを緊急停止、降下します。どういうこと？え、よし、降りてきたみたいね。分かってるんだ、奥？うん、エレベーターが降りてきたらどういうことだろう。うん、ああ、どっち今の。戻りすぎ、戻りすぎ、もう来ない来ない来ない。あ、こういう系か。ああ、おびき寄せろってことかい。あか、もうちょっと行かない。おお、行けた、すごいすごい、乗る。おお、はあ、まさかあんなのがエレベーターに詰まってたなんて。セーブできないな。ん？急行車の屋上まで行けば非常階段から逃げられる。一人で逃げようとしてるの、この先生。あと少し、うん、結局？いや、もうちょっとビビり出したんだよ、妄想見たことによって。いや、そんな大したことあったな。え、誰？あ、昔の思い出。あ、昔の思い出か。いやいやいや、すげえ盛り上がった、マジで。はぁ、疲れた、なんで私まで。あれ、でも捕まってた子じゃないですね。何してたの、この人たちは。ちなみに多分急行車でなんか肝試しみたいな人だったってことか。してたんですよね。 あれあれれ、何よ今度は。ニケちゃんがいなくなっちゃった、どこ行ったんだろう。連れてきてたの、ちょっと探してくるね。ニケちゃんって何なんだろうね。ネズミ。ネズミ、うん、ちょっと待ちなさい。本当にあいつら何で来たんだ。さあ、え、あ、え、昔の思い出だ。肝試しが終わったら出てきたんだ。つまりあの時からもう青鬼は存在してたんだ。先生見てたんだ。ついたみたいね。先生が高校時代からもうすでにこの、校舎には青鬼が存在してたってことは分かったよね、今のでね、うん、なんか書いてあった。助けてと肩に掘られている。呪いだね。でもなんか先生冷静だな。はっ、花大きいね。あ、この教室だ。あ、最初の掃除してた。最初の、確かに。ニケちゃんとこ行ってみよう。ニケちゃんでしょ。うん、あ、ペットのケージが置かれてる。ほら、やっぱりこれ最初に、あの最初に入った部屋だよ、ええ、戻ってきたよ。セーブしとかなくていい？しとこうしとこう。これほら腕相撲してた子たち。あら、みたいな。あ、配置的に。あの配置に、あ、ねえ、肩になんか掘られてるよ、こいつは。ひびが入ってる。あ、ねえ、同じ配置ですよね。同じ配置だね、気になるね。いけないんだ一応。あ、いけた、いけた。
あ、7月8日女さっきのやつだ。うん。え、小刻みに震えている。なんだこれ。これ生きてるんですかね。あー、なんか謎がね。怖いよ。謎は深まるばかりだね。